入笠山6から見たゲレンデ、富士見パノラマリゾートは、長野県諏訪郡富士見町にあるスキー場。略称は富士原。南アルプス山無役の北端にあたる入笠山の東斜面に面したゲレンデである。下記にはゲレンデをマウンテンバイクのコースとして活用しているほか、ゴンドラの山頂駅周辺には、山野総公園や入笠湿原があり。 多くのハイキング客で賑わっている。8人乗りのゴンドラリフトがメインの縦長のゲレンデで最長3000メートル、標高差730メートルのロングクルージングを楽しめる。長野県南部に位置するため積雪量は少ないものの標高が高く気温も低いのでゲレンデ状態は良好。晴天率が高く北南八ヶ岳連峰の雄大な展望が得られる。 スノーボードが全面滑走可能で、スノーボードパークも設置。ナイター営業あり。ゴンドラ沿いのコースは、中級、上級者向けのコースなので、初級者や小さい子供連れのファミリーは、下部のゲレンデを滑るか、ゴンドラで下山する。日本最大級の常設ダウンヒルコースを持ち、プロの選手も多く練習に来る。毎年大規模な大会も行われている。上級者用の A コース。 中級者用の B コース、初心者用の C コース、ダウンヒルや MTB 初体験者の練習用として、楽々コースが設置されている。一般に、マウンテンバイクの話で、富士見といえば、この場所を指す。JMB 富士見パノラマパラグライダースクールを有し、パラグライダーも、盛ん、火曜日。5月に、片栗、6月スズラン、釜梨保ホテイアツソナの9月は、 約150種類のサミア層が見られる。恋人の聖地に認定されている蜂。毛岳展望台からは蜂毛岳、富士山、貝駒ヶ岳が見られる。ありがとうございます。